皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。夏休みの宿題に出る読書感想文、これ子どもたちにとってもまたその保護者にとっても頭痛の種、こんなことが多いんですよね。この読書感想文、あなたは必要だと思いますか、それとも必要ないと思いますか。読書感想文は必要ないと思ってると、その気持ち分かるんですよね。理由は読みたくもない本を無理やり読まされて、強制的に読まされて、感想まで書かなきゃならない。これは子供にとって大変ですよ。また書かせなくちゃいけないと思ってる親にとっても保護者にとっても大変です。そしてどんな感想を持つかわからないのに、もう最初から原稿用紙に何枚とか枚数が決められている、これもおかしな話です。そしてこの宿題、読書感想文の宿題が読書嫌いを増やしていると、こう考えて思っている人もある程度いると思います。でも私はこの感想文必要かもしれないと、これ勉強的に考えるとね、必要かもしれないとこう思うんですよ。やりたくないからやらないって、これ社会人だったからそんなこと通用しませんよね。それとほぼ同じ、力をつけるためには文章を読む力をつけると、自分を表現するためには読書感想文は必要だと思います。教科書って一冊の本の一部分だけを抜き出して勉強する、こういうことが多いんですよね。一冊の本を最初から最後まで通して読む機会っていうのは学校の授業の中ではほとんどありません。ですから最初から最後まで読書すると、そういう機会を与えてくれる。だから夏休みの読書感想文の宿題は出てもいいんじゃないかなとこう考えます。さらに自分が感じたこと、これを文章にすることで自分の気持ちや考え、これをまとめる力、これがつくんですよね。だから私はこれ必要かもしれないと思っています。でも読書感想文なかなか書けないって時はどうしたらいいか、ちょっと一つアイデアがあるのでこれを紹介します。あなたが書いた読書感想文はあなた以外の誰かが読むはずです。日記じゃないんで必ずあなた以外の誰かが読みます。学校の宿題だったら学校の先生は読むでしょう。コンクリに出すんだったら審査員の人読みますよね。ですから感想文を書くとき、読む人、これを意識して書くといいと思います。でも読む人は学校の先生とか審査員じゃなくていいんです、ね、審査員なんて全然知らない人ですからね、イメージできないですよね。ですから具体的にイメージできる身近な人、親しい友達、お父さんお母さん、兄弟、あなたが誰かのファンだったらその人に向けて本を読んで面白かったところと、感動したところと、ね、びっくりしたところと、悲しかったところと、そういう部分をその人に伝えるように書いてみてはどうでしょう、ね、具体的に人をイメージすることで文章は書きやすくなるはずです。それから大人の人に言っておきたいんですけれど、子供が素直に書いた文章に対してダメ出しはしないでください。勉強嫌いになっちゃいますよね。一生懸命やったのにね、ダメ出しなんて。まず読書感想文を仕上げたこと、ね、その努力を褒めましょう。まず褒める、褒めてからアドバイスをする、まず褒める、ここが大切です。必ず褒めてからアドバイス、このようにしてください。今回は読書感想文について私の思っていることをお話ししました。
今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。